お疲れ様です。よしお PC です。もう間もなく都知事選が行われますね。で、東京都都知事選はやっぱりまあ気になっていて、なんでかっていうとですね、僕は20歳で選挙権を得てから初めてのその他県の人間として見る東京都知事選なんですね。つまりずっと学生で東京に出てから何度かずっとこう東京都民として知事選挙に参加していたと。で、まあなんか雨の日もあれば風の日もあったりしたかと思うんですけども、ああめんどくせえなって思いながら、なんだかんだ皆勤賞で選挙には行ってきてるというような状態なんですけど、今回ですね、千葉県民にこう、まあ、戻ってというか、その状態で、つまり第三者的に東京都知事選をね、こう眺めてるわけなんですけれども、まあちょっとねエンタメ感が強いというか、東京都のリーダーってやっぱ目立つんで、選挙出るだけでも話題になるし、まあ売名だったり、まあ、もちろんちゃんとした政治理念のある方もいらっしゃるとは思うんですけども、全候補をこう並べてみてるとですね、それはこうバラエティに飛んでるというか、でやっぱり今の時代は YouTube とかね、 Twitter とか SNS での影響とか、そのフォロワーが悪ふざけでこう選挙とか行っちゃってもね、それなりにこう投票のね率とかも出ちゃうような時代になってきましたので、もちろんSNS 戦略がまあ上手いか下手かは分かりませんけど、良くも悪くも目立ちまくるね、立花孝志先生とかもホリエモン新党とかで出たりしてますね。なかなかこう、まあなんか、まあ、どうなんのこれみたいな、本当年末の隠し芸大会みたいな、そんな感じになってますけど、やっぱりまあ改めて話は戻ってですね、東京都の知事リーダーっていうのは言ってもやっぱり日本のね中に相当ね影響力を及ぼすと思いますので、ぜひこう若い方とかもね、なんか都知事選を見てても全然選挙行っても変わんねえよっていう風な気持ちもね重々まあわかるというか、そんな風に思う方がいても全然おかしくないんですけど、やっぱりねこう選挙っていうのはしっかり行ってですね、自分のこう意思とか考えをね民意としてしっかりと反映してもらうと、意思を表示すると、まあそれも重要なのかなと。もう最悪誰も入れたくなかったら白紙票でもまだマシなんじゃないかなと、そんな風に思うんですよね。特にこう足腰痛いじいちゃんばあちゃんとかもね、なんだかんだ選挙行ったりするんで、どっちかっていうと結局若者の投票率が低いっていうのはもう本当長年この国はもうずっとそうなので、できればねこういう面倒くさくてもね選挙の方行ってほしいなっていうのと、開票日とかはね家からこう他人事ではあるんですが、半分他人事じゃねえっていう東京都知事選挙でね、ぜひまともなというかしっかりとした選挙をやっていただければなと思います。政見放送もねちょっとねふざけた人いましたね。まあ公約は真面目に掲げるけど、政見放送になるともう人生大舞台ってわけじゃないですけども、ふざけまくる人とかいますのでね、まあそれはそれで面白いんですけど、面白いっていうのと日々の生活の政治っていうのはね違いますからね。ということで東京都民の皆様の良識あるしっかりとした選挙結果っていうものを見てみたいなと、そんな風に思いました。もしよかったらまたよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。